イブは漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時典214部首では145番目に置かれる。衣と毛をつなげて仕立てた、真意。図は、ジカスソと呼ばれる男性服。衣字は上着を意味する。上部の字は肩幅、下部の字は袖があり、前、襟を斜めに合わせた形にかたどる。衣字が上着であるのに対して、文字は回を表し。 服字は、衣装全般を表す。その他、果実の皮や鳥の羽毛、器物や食物を包む袋などを意味した。また動詞としては、服を着る着せるといった意味を表す。変貌の衣服としては、衣服や布製品、衣服を脱いで肌を露出することなどに関することを示す。なお変貌における、衣には3種類の形態がある。列や、菜のように株に置かれるときはそのまま。 衣が使われ、袖や、髪のように左の辺の位置に置かれるときは、衣辺のように変形して使われる。さらに、水や、裏のような字では、等と、を分離して、他の変貌をその間に挟んでいる。イブを、このようなイフを、構成要素に持つ漢字を収録している。等同様、印刷書体における、衣字の一画目には地域による差異がある。 後期時点はこれを短い縦棒とし、日本、韓国はこれに従う。一方、中国の新時系、台湾の国字標準時代、香港の常用技時系表ではこれを転角としている。衣変形も同様である。い、ありがとうございます。